川辺町は、鹿児島県薩摩半島南部の川辺郡に存在した町。2007年12月1日に、川辺郡地乱町、イブスキ群 A 町と合併し、南九州市となった。乗馬が体験できる馬事公園がある。地名合併後の地名、大技。従来の群名を、南九州市に置き換えた上で、元の町名元の大技なを新たな大技なとする。なお、 大技の表記はつけない。南九州市内で、栄町、チラン町、川辺町で、ゴミの分別方法が異なる。栄町、チラン町に比べ川辺町の分別数は、飛躍的に多く、引っ越してきた住民は、戸惑うこともある。ゴミ焼却場から出る焼却灰の大置信状況や、焼却灰のレンガ利用で全国から視察が、相次いだが維持コストが高く、模範した。 焼却場はない。人口流出に歯止めが効かず、過疎の位置図をたどっている。高等学校、中学校、小学校市外局番は、町内全域が0993。市内局番が 5X から 8X の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、加瀬田川辺局、勝目局。郵便番号は、町内全域が 897から 01XX 及び897から 02XX である。町内には空港はなく、以下の空港が最寄りの空港である。札南中央鉄道により1927年に、あたさつま辺間、1930年に薩摩川辺治安間が開通し、廃止時は川辺町の区域に5駅が設置されていたが、 1965年に全線が廃止され、以降川辺町内には鉄道路線は走っていない。JR いぶ枕崎線が最寄りの路線である。最寄り駅は5位の駅。川辺インターチェンジ道の駅川辺安らぎの合有料道路一般国道主要地報道一般県道。ありがとうございます。